どうも、チョケマルです。今回やっていく企画は、なんすか？絶対に笑ってはいけないニコニコ動画。これはちょっとね、世間は許してくれませんよ。はい、ということでね、僕今までね、あまりニコニコ生放送とか、ニコニコ動画っていうのをあんまり見たことがなかったんですけど、前ね、友達が見てるのを僕もたまたま見て、こうコメントがこう流れてくるやつあるじゃないですか。あれ、すごいなんかね、センスのあるコメントばっかりだなと思って、見ててすごい面白かったんですよ。ニコニコの生放送とかなんか、YouTube に載ってるかなと思って、ちょっと軽く調べたんですけど、結構ね、面白そうなのたくさんあったんで、今回それを見ながらちょっと笑ってはいけないをやっていきたいと思います。で、まあ、今回ね、笑ったかどうかのね、判定を分かりやすくするために、でね、水を口に含んで、で、このビニール袋も用意してるんで、ビニール袋に吐いてしまったらダメということで。3分クッキング。食卓にあるコピーの提供でお送りいたします。こんにちは。今日は乾燥のお豆を土鍋で戻して、そのお豆を使ってポークビーンズに仕上げていきます。お豆の戻し方をご覧ください。今この金時豆を洗ったばかりです。直前にさっと洗いました、はい、土鍋に、はい、お湯が2リットル沸いています。はい、分量が大事なんですね。パノー、金時豆乾燥のもの1袋300g、そしてお湯は2リットルです。はい、最低一沸かししたいんですね。はい、パノー、その間に保温する準備をしましょう。センズだ。なんとカスタオル1枚、はい、買います。バスタオル1枚の真ん中に必ず鍋敷きを置いてください。はい、ここに、はい、土鍋を置くんですけど、いかにこのタオルに。はい、ということで、じゃあ次はですね、空気を読まないゴロリ、ワクワクさん、字幕面白い、これをちょっと次見ていきたいと思います。ねえワクワクさん、みんな足が洗濯バサミになってるんだよね。今日はね、俺を作って遊びます。洗濯ないようだ。えストローだね。うん、そうだよ。竹ひごじゃない。何を言ってんすか。これを見たらね、あ、僕も作りたいって言い出すに決まってますから。作りたくないようだ。これにね、ここに通します。そしてここをつまんで、それはいはい、ね、何これ。ストローロケットを刺して、それ発射。うん、うん、何これ。ストローロケット3号発射だ。わーわーわー、うん、何これ。こんなの洗濯バサミを竹ひごに刺しただけじゃない。よしゴロリ、これは簡単だからね、一緒に作ってみよう。やりたくないようだ。ワクワクさん、ね、後で勝負しようよ。はい、これを使ってね。やったー。ガーテーダラフー、みんな足が洗濯バサミになってるんだよね。その通り。この洗濯バサミのこの穴の開いているところに、まずはこうやって竹ひごを通します。本当かな。そしたらこの下の方だけだよ。下の方だけをセロハンテープで、動かないようにね、しっかりと止めます。本当かな。パノ、うん、そして、ロケットはワクワクさん、その通り。はい、ガラリストローだね。このストローでですね、はい、じゃあ続いてはですね、この忙しい人のための粉雪ニコ動米付き、これをちょっと見ていきたいと思います。すごいですね、これ15年前ですけど、これ867万回再生されてますからね。これはちょっとヤバそうっすね。この夏は揺れ違い、途切れてもおい、僕は君のすべてだ。
行動低画質のど自慢テクノジジイ、これちょっとね面白そうなんで、これちょっと見ていきたいと思います。うんふん。好きな音楽はカンツォーネ、若々しい75歳、この曲いきます。はい、番号曲名どうぞ。はい、番号曲名言ってください。2番ギザギザハートの子守唄。パナよし。心の底から笑いたい人への動画2個目付き、これをちょっとね見ていきたいと思います。笑いたい人への動画なんで、もうこれを耐えれたらもう僕の勝ちでしょ、実質。